はい、マノチです。よろしくお願いします。栄冠やっていきましょう。いやー、4番小金井に対してのコメントがね、結構来てましたよ。その打率で4番はきついなと。まあ、そういうコメント来てたんだけど、わ、すごい悪口だなと思ったのが、棒を持ったゴリラでしかないっていうコメント。めっちゃツボに入ったわ。ボッコ持ったゴリラってなかなかだからね。今俺ボッコっつったか、あの棒のことね、棒のこと。ボッコ持ったゴリラはね、めっちゃいいぞ。ただ、今日はね、今日こそちょっと活躍させてみせる。前評判 D でしょ。あの、大会中に打順をいじりたくないっていうのもあるんだけど、さすがにきついんだよね。4番目のバッターでストップかかっちゃうのはきついんですよ。だからまあコメントにしてた、まあ坂本にするなり、綱にするなり、まあ、そこはまあ、とりあえず後で考えるにしても、ちょっと4番目のバッターで確実にストップかかるのは本当にきついんだよね。今日ラストチャンスぐらいな感じでいきましょう。まあわかんないけどね、仮に結果残さなくても小金井で押すかもしれないし、それはわかんないけど、うん、甲子園大会だ。小金井来い来い、小金井来た。わかってるもの。目標2打点行きましょう。まあオーダーはこのままでいいかな。まあわざわざ変える必要もないでしょう。よし、行きます。まあ小金井のテスト的なことだけを考えるんだったら前評判 D っていうのはありがたいわ。ありがたい。2回戦の模様をお届けいたします。一塁側柳、三塁側、まあそのテスト的なことはもう置いといて、まずは勝つことを優先ですよ。お願いします。さあ一球一心に思いを込めて、まもなくプレーボール。前回の相手のスケールをもろにガッて小さくしたぐらいな感じですね。1点取られたぞ。絶対に点が必要な状況になってるわけだ。今ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生、絶対に必要な点を小金井が挙げるべきだ。なんとかしてやっから。棒を持ったゴリラを卒業してやるよ。ちゃんとバットを持った4番バッターにしてやっからな。俺の手で。ちょっと嫌な感じですな。ごめん、根岸君もう一回見てみる。守備力えぐいな。根岸君めっちゃいいじゃん。うん、勝ちましょう。第9球、頑張れ小金井。一塁タッチセーフ。打球はセカンドの右、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁点が欲しい。砂走れねえかな。まあサークルチェンジ、チェンジアップあたりが来てくれればいけるでしょう。肩も C なんだよね。まあ守備力あるからパッと投げてきそうだけども、いやーこれちょっとあまりにも冒険心で足すぎな状況になるな。盗塁 E だしね。言ってもソルがギリギリ B ってぐらいなんだよな。やめよう、走るな、やめよう。だチャンスにしてやりたいんだよな。チャンスにしてやりたいんだよ。小金井頑張れ。さあ坂本打っていきましょう。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。頑張れ。低めボール球打った。奥田ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。龍馬いい当たりでした。ホワイト頼む。いや使おう使おう。フルヒッターつけて引っ張りでいこう。追い込まれたのミート。頑張れ。しました。
頼むぞ。うわー、点取るね。ここの負けんのきついぞ。点取れる気配がない。柳伝令が走ります。本当伝令2個ぐらい使ってもいい場面だけど1個で乗り切ってみせる。頑張れ笑顔くん。これは引っ掛けた。内野ゴロ。両取った。一塁送球。いや、いい。オッケー。ツーアウト。バッターは3年生久保田。今日は三振とレフトへの犠牲フライ。臭いところで押したいな。しました。ファー、よし。ボール球打った。サード右への打球アウト。OK、 よく抑えた。2者残塁。6回の表が高杉ツナなんとか出てくんねえか。現在2点をリードしています。おう、柳ツナは出るな本当にな。引っ張ってみますか。ちょっとさっきから流し打ち失敗してるしな。引っ掛けた。藤本掴みました。小金井、小金井頑張れ。頑張ってくれ。いやー、何も伝令使わずに乗り切りたいな。まあここはね、能力的には間違いなく抑えれると思ってたけど、こっからだよ。ヒット1本で1点だぞ。気をつけろよ。厳しい。タイムリー。ホワイトよく出た。彼に青地を出したところで走れはしないと思う。ホワイトの打力を失う方が怖い。黒柳って打率2割切ってんだね。なんかもっとやってるイメージがすごくあったわ。落ち出すか。いや出さない。采配力が問われる場面になってきたな。絶対勝たしちゃったんだ。初球打った。二塁送球。あっと送球それた。あぶねえ。黒柳。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。東頑張れ。江川君で代打出すことは確定だな。お祭り男使って出そう。東打ってくれ。ノーアウト1・3塁ぐらいの場面を作ってほしい。ました。2塁ランナー3塁へ。よし、奥田カバーに入る。1塁送球。あーっと送球それた。記録はヒット。お祭り男使って、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。霧ヶ谷、一条、どっちだ。まあチャンスはみんなあれだから打てそうな人。変わらんな、そんなにな。ミート力ある選手か、パワーがある選手か、それとも二刀流の宮本か。いや宮本はないな。霧ヶ谷だ。さあチャンスが広がって霧ヶ谷。間違えた、危ねボール球来てよかった。さあ持ち前のボール球来てよかったよ。犠牲フライにはないな。なんとなく強振が俺を呼んでいる。三塁ランナーホームに帰ってくる。アルモンボール球打った。若林下がった。抑えた。これで2アウト。ランナーは一塁三塁。
須田氏頑張れ、頼む須田氏頑張れ、ここで1点取れたらだいぶ変わる、頑張れ、ファインプレーに阻まれました。スリーアウトチェンジ。まずいね。ただただ江川くんを失ってイニングっていう感じになっちゃったもんな。はい。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。柳京に。打たせて取れ5か。怖くねえか。ちょっと大丈夫か。ゲッツーシフトは引くけども他がなーコースを任せもなんかちょっと怖いな。ボールを2塁へ送った、これは楽々セーフ、盗塁を許します。守備位置を任せなってんね、緩急でいきますか。内角ボール球打った、ランナー2塁に戻ります。須田取りました、バッター来ました、ファール。寺島頑張れ。点取られたくない。本当に点取られたら終わる。ボールを取る。あーっと送球それた。ファーストのエラーが記録されます。柳、なおもピンチが続きます。頑張れ。打ちました、引っ掛けた、一二塁間への当たり、二塁フォースアウト、あにゃん1点入りました、4対0バッターは1、まあ、今ので間に合わないんだったらもうどうしようもない、今のうちにできる精一杯だった。打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、ライトを見送った、ホームラン、右バッターの、ふぅ、違うよ違うよ、焦るな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 、打ちました、一二塁間のゴロ、須田掴んだ、セカンドから一塁送球、どうする、どうやって逆転する、8回の表が終わって6対0、アナリードを、このイニングで 2,3 点取れなければ本当に終わる。熱血を使う場面は確実に来る、それを信じる。初球から打ってった、よく打った、抜いていった、1点ずつ、ここでいいバッティングを見せ、どっちでもいいなこれはな、外角に来そうだな、三遊間へのゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー、三番うわー盛り上げるが1年生しかねえのか、助言だ、柳、最後の伝令を送ります、マウンドに選手が集まっています。怖い、ボールを掴んだ、一塁へ送る、寺島取ってアウト、スリーアウトチェンジ、結局一塁残塁です、絶対勝つぞ、9回の表が終わって6対0、アナ現在6点をリードしています。9回の裏、追い込まれたらミート、打ちました、初球打ち、一二塁間へ、バーッと送球それた、よし、ファーストのエラーです。持ち前の熱血が力を発揮することに、6点だろ、もう一回ホワイト回るな、思いっきり振り抜け、思いっきり振り抜け、頼む、頑張れ、サークルチェンジ、東頑張ろう、
こんなところで終われないだろう。どうすっかな。流し打ちかな。初球打ちました。これは内野フライ。篠田余裕があります。マウンドの右掴みました。ここはバッターはピッチャー寺島。一勝。ピンチヒッター。頼む。まあ基本的にはレベル高いもんチョイスだ。打ちしよう。打ち打ち。あっと速球それた。よし。サードのエラーが記録されます。さあチャンスを広げました。お祭り男があればな、ないんだよな、まあしょうがないよな。まだまだ終わってねえぞ。すだち頑張れ。相手疲れてるよ。すだち頑張れ。今年の夏はここで終わってしまいました。村井見事な完封勝利。残念ながら2回戦で敗れました。うわーどうしよう。下の世代何も育ってないよ。今日に関しては小金井云々の話じゃなかったな。ごめん、なんかアップロードしたわ。うーわー、うわー、ツナキャプテンにしますか。最後まで貫こう機動力野球は。もう今日に関してはな、盗塁、うん、怖いな、やめようだからな。オーダーどうなってんのこれ。福永なんだ。いや、まあピッチャーマッキーだよ。オーダーも明日決めるか。まあ、宮本はね外野で使いたいし、で謎の縛りで綱の後ろにはマヨを持ってくるっていうのがあるからね。だからもし綱が3番だったらマヨ4番だから、綱マヨ打線っていう縛りだけは俺の中でやり続けるから。いやー負けたで、やなんか今思い返せば勝てること前提でしか考えてなかった俺が嫌だな。舐めてたのかな。まあ、やっていく中ではね、別に舐めたプレーは何一つしてるつもりなかったけども、試合前の感じが舐めてたな。うわーうわーうわー、栄冠やってりゃこんなことはあるよ。隠した相手にこぼすことはもう全然あるけど、にしてもきついな。タイミング的にきつかったな。うわうわって感じだな。じゃあ終わるわ。ラスト1年頑張っていこうぜ。とりあえず、次は秋ですね。春か秋か、まず秋頑張って春選抜出てって感じだな。ラスト1年いい年にしましょう。では、終わり、バイバイ。